ハリー・ヒルマンはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1904年セントルイスオリンピックから1906年アテネオリンピック、1908年ロンドンオリンピックと3大会連続出場。セントルイス大会では400メートルなどで3つの金メダルを獲得した選手である。ヒルマンはセントルイスオリンピックでは400メートルと200メートルハードル、 そして400メートルハードルの3種目で金メダルを獲得した。いずれの種目もオリンピック新記録であった。しかし、400メートルハードルでは53秒0という記録を出していながらハードルの一つを引っ掛けていたということと、このレースのハードルの高さも普通の高さとよりは低いハードルを使用していたことから世界記録とはならなかった。 1906年アテネオリンピックにも出場したヒルマンであったが、アテネへ向かう船の中で、甲板に被さるような大波に襲われ怪我を負ってしまい、彼が唯一参加した400メートルでは5位という、結果に終わってしまった。ヒルマンは1908年ロンドンオリンピックの400メートルハードルに出場する。予選で世界新記録を樹立するも、決勝ではアメリカのチャールズ・ベーコンと、 最終ハードルまで並走する接戦の末敗れ、銀メダルに終わる。この時ベイコンに世界記録も奪われた。ヒルマンは1910年から亡くなるまでダートマス大学のコーチを務め、多くの若いハードラーを育てた。彼がコーチした選手の中からは1920年、アントワープオリンピックの110メートルハードル金メダリストのアールトムソンが誕生している。 1924年から1932年のオリンピックではコーチとして参加している。ありがとうございます。